優しさに溢れた世界で笑ってたいと思ってるだけ。積み上げた一瞬はきっと報われないこともさ多分あるんだろうけど、踏み出した一歩は今日も大切な誰かを思い浮かべていた。隠されたそれぞれの想いをいつからか自分くだらない話で溢れさせて。
にね。心が追いつかない
プルなのね男ならなおさらね。次はぎだらけ。
別に寂しくないけど、やきもちみたいに感じたわ。僕の知らないとこでお幸せに。ああ自分がいなくなったっていくらでも代わりがいくんじゃないかなって、もちろん弱気にもなるさ。ああ君はうまくやってるんだろう。寂しくなって不安に駆られて毎晩アルコールを浴びる習慣。今がリアルなんかフィクションなんかわからなくなって、なんかもう倒れるように眠りにつくのさ。今日も昨日も最近の夢は大体高校か中学の同期大体。いや今生きてんのは俺だけ。時代はうやむやになっていく。舞台裏で泣いている、腐敗すら願っている。でも誰もが分かっている。踏み出した足ドアの向こう側へと、なること愛せばいいのさ。期限付きの悲しみに浸かるのはもうやめてしまえ。止まない雨もいつか止んで、湧いた場所は誰も知らない。
蛍光灯に照らされた長いまつげ、僕も夢の中へ連れて行って、髪の毛がふわり、鼻をくすぐってかゆい、耳元で君がすやすや眠れない、時のはずが寝てしまっていたのか、長い間君と夢の中で過ごしていて、こちらの世界に迷い込んでしまった、そんな感覚にふわふわふわしているよ、思い出せないけど
あそこ俺ら立つんか。緊張するな。始まる前から。いやもう始まらんで。天気もいい。お客さんのテンションも高まってる。スタッフもいい感じ。以上。これで終わり。もうプレッシャーが大きい。じゃあ皆さんこちらお願いします。はい。はい、じゃあ過去最高の笑顔で。はい、お願いします。池田さん、はい。すごい。すごい家。初めてですよ、こんな、なんか、そういうの。こういうちょっと自然な感じ、すごい。すごい綺麗やな。本当に震えてきたか。本番前に緊張して震えてる。関係関係。全然普通の階段でも。やばいよ。楽しみ。いや問題は寒さとねこの緊張ってねなんか似てるなって思う。あこう体が怖かったからさ。なんか寒いのが緊張してるのわかんないんですよ。ああ緊張するな。大丈夫かな。何か言ってあげてください。ちょっとね。誰やねん。スベンダルが笑ってた。偉い人や。なんかね、思ったより緊張する。このパンパンでさ、みんなが俺たちのことを見てるって。なかったからさ、イヤホンで。絶対忘れられない。気になるよ。楽しんでいただきます。お父さんみたいはい、緊張するはい、緊張してきたはい、いくぜ。今日も楽しんでいきましょう。サウシーダウン。お願いします。I'm not afraid to die.
これだな。そしたエッセー最後よ。エッセーラストライブ。できます。もう歌えなくなるくらい。伸び伸びと。できます。よろしくお願いします。エッセー最後の一番いい歌。はい。報われないこともさ多分ある。